戦闘モードオン。こんなもんかな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 。さっと抜いてさっと切る。じゃあ、もう戦闘モードオン。取ってくるのじゃ。変身だ。いざ参るのじゃ。ザクが出てきやがって、どうしますますか。
おっさんも結構やんでしょ。ちょっとだけ頑張るぞ。ゴレツイケ。もう敵はおらんかの。楽できそうだわ。ゆだけよ。さあ、カリアさんに。おお、シュガ。来るのじゃ。いつも心を開くのは。ぶっちょ。レスルド聞かず。特攻で襲撃。その強霊たる紅葉の力。リスク。紅葉の力。最後決戦。おしまい。油断大敵です。聖なる雫、クリスト様、我に力を。じゃあ目の前の敵に集中を。いざ参るのじゃ。トリガーチェンジ。決まっての塔。ああ、うぅ、防御ショー。邪悪に向かう。そうじゃ。トリガーチェンジ。トリガーチェンジ。キラキラと聞かせた。トリガーチェンジ。やめろ。やめろ。やめろ。トリガーチェンジ。やめろ。力を。コガーナ軍。最後に押し込む力はあるのに。
おっさんも結構やんでしょ。させてもらうわ。これが最もとても静か、空気も澄んでて、なん…あの岩山の下にこんなところがあるの。落ち着くのじゃ。落ち着いてる場合もんだけど、でも確かにそこに溜まってるのはエアルよ。相当濃いわ、近づかないで。来ましたね。え、この…
レクセイの敵討ちってわけじゃなさそう。デュークはあなたたちの話を受け入れなかったでしょう。あの人は人のやり方で世界を守ろうと。え？デュークが寝るか。あの人は世界のために全ての人間の命を引き換えにしようとしています。なんで？どうしてデュークはそんなことを。あの人は人間を信じていないのです。けどデュークは僕たちを助けてくれたよ。大剣も貸してくれたのじゃ。多分あなたたち自分と同じものを見たからでしょう。あるいはあなたが自分が手を下さずに済むと思ったか。俺たちにデュークのどうしようってんだ。いい加減正体を現しな、エンテレケイヤさんよ。え？あんたの目的は何だ？遠回しに協力するつもりがねえって言いたいのか？私も人間は信用できません。それでもあの人がどうぞ姿は見たくない。世界を救えるというなら協力を拒むつもりはありません。ですが人と違う方法を選ぶということは対決することになるでしょう。そうかも知れないな。もしあなたたちがあの人に力を及ばなければ、あの人のものがいなくなる。あなたたちの力試させてもらいます。来るぞ。ありがとうございます。
してもダメか。その微笑みはナンシー。どうも行かねえな。まだまだ先にタイツのティアーズクラスター。ローマ哀れもう一つ。しっかりしなきゃ。白き天の使いたち、その声援、ナンシー。ダメか。強力だった。いい相手だ。Thank you.
あとは俺たちに任せろ。トテス、あなたたちなら。クローム、あなたたちの望むように。エステル、やりましょう。はい、頼むぜ。眠ってる。ノームの時と同じですね。どうしたんだ。時に何、時にサブ風を滑。ノームの時のようにエアルに侵されているわけではない。ほどなく目覚め。ありね。前にクロームが止めてほしいと言ったのはデュークだったんじゃな。く、なんかデュークのこといろいろ知ってるみたいだったね。ええ、目覚めたらもっと詳しく聞けるかも。とにかく戻ろうぜ。そうそう、なとこ長いは無用。またあの坂道か。おざんぐだり。
頑張ってみるかね。聖なる雫、降り注ぐ我に力を。電線が降臨。天神の無茶させてもらうわ。降り注ぐ我に力を。
頑張ってみるかね。勝利の味も悪くないわね。半分ってとこ。せめて気流が安定していれば夜に来てもらえるのだけど。知覚が、これが精霊になるということ。これはこんなにも多くのことが隠されていたとは。おはようサンナの。目覚めたんだな。あなたはクロームと呼ばれる方がいいかしら。いえ、私はもうエンテレケイアのクロームではありません。新たな名を受けるべきでしょう。ならシルフって名前はどうですか。風をって意味です。シルフ。ではそれを我が名としましょう。それじゃあ改めてよろしく。風の精霊シルフ。シルフ、デュークがなぜ人間を嫌うのか教えてくん。わかりました。ジンマ戦争は知っていますね。エンテレアには人間と共に生きる道を選ぶ者と人間を拒む者がいました。ジンマ戦争は古代を破った人間と人間を拒むケイアとの戦いでした。で、戦いはデュークという英雄の活躍により人間は勝利を収め、ジンマ戦争は終結した。デュークが英雄？そうだったんですか。帝国が隠してた真相の一つってや。都合のいい噂を流して。単純だけど効果的なのじゃ。パーティー？あの戦争は人間の力だけで勝利をつかんだのではないのです。共存を唱えるエンテレケイア、エルシフルが人間と共に戦い、人間に勝利をもたらしたのです。マジかよ。そんな話、ケンドも。この話がデュークの人間不信にどうつながるっての？エルシフルはデュークの友でした。デュークはエルシフルと共に人を拒む王者と戦い倒したのです。し戦争がした時、エルシフルの力を恐れた帝国は傷ついたエルソイ命を奪ったのです。するとデュークに約束していたにもかかわらず、そんな。なるほどな。人間を信じられなくなるわけだ。戦争の陰でそんなことがあったのね。デューク、哀れなのじゃ。あいつがどんな義理にあっても全ての人間の命を犠牲にする権利なんてねえよ。デュークより先に星はみを滅ぼさなければ結局人間は滅びることになるでしょう。急ぎなさい。切りました。これでパウルもここまで来ることができるでしょう。ありがとうシルフ。精霊化は順調だ。ああ、デュークもなんかヤバそげ。そうだな。ユーリ、怒ってます？ああ、ちっとな。
シルフの話してくれたデュークの過去の出来事のせいです。結局デュークが人の命を引き換えにしようとしてる原因ってな、元はといえばバカがやらかしたツケか。くだらねえよな。デュークもエルシフルも人々のために戦ったのに、悲しいです。英雄の放つ光は凡人には眩しすぎて怖くなったってとこか。強すぎる力が恐れを生んでしまったんですね。ほんとくだらねえ。
We'll be right back.
さんも結構やんでしょ。Thank you.
Thank you.
全部倒すの？一体ずつ。確実に。目の前の敵に集中を。ピアーズクラスト、リライトロール。燃えろ、合戦の将軍。ナボ集中。カチカチツルツル。いいのか。魔性に打ち勝つ力。カチカチツルツル。それでいい。オーリエンス。聖なる雫を降り注ぐ我に力を。ホーリーレイ、そしとてもいいです。